上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう。にじんだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す秋の日、一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜もね、上を向いて歩こうを歌いました。2020年8月の12日もう水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげない生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。で、うちの職場もね、明日からで4日間お盆休みなんでね。で、明日はね、13日はね、墓参り行ってきます。墓参り行っていつも通り町屋と往復ね、うん。で、金土日とね、アウトドアに行こうと思います。アウトドアに行こうと思いますね、天卓ね。明日墓参りね、明日か明日アウトドア行かな、ね。だから金土日用の準備的なことね、どこ行こうかなとか地図見てね、うん。まあ明日は墓参り行こうね、早めにね、日差し出る前に、ね、暑いからね、うん。ちょうどお盆だからね、4日間のうち1日墓参り行かないとね、毎月行ってくるね、うん。明日墓参りで。じゃあ今日も YouTube でライブ配信したいと思います。8月もなかなか早いね。なんとか日付変わる前、もうすぐ変わっちゃうけどね、なんとか12日水曜日。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう。にじんだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く、
一人ぼっちの夜、思い出す秋の詩。一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。 Once more。 上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春の詩。一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、滲んだ星を数えて思い出す夏の詩。一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す秋の詩。一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜はね、上を向いて歩こう歌いました。2020年8月の12日水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。コーボッパさん、こんばんはね。はい。はい、なんとか0時回っちゃったけど、超なんとかね、昨日よりちょっと早いかなと思った。で、こんばんはね。これから食べるよ。うん、これ、今日はね、豚肉炒めていこうかな。豚肉。小松菜と豚肉炒めて食いますね。その前に一杯飲んでね、それで。うちの職場はね、夜明けて、木金土日というか、ね、ほぼ休みなんでね。うん。明日はね、墓参りに行ってくる。明日墓参り行くんで、アウトドアはね、金土日と行こうと思います。ね、そう。うん。明日はね、木曜日か、夜が明けて木曜はアウトドアに行かないね、普通に墓参り行ってくる。で、次の金土日、どっかテントワークに行こうと思ってますね。じゃあ、今日の一杯行こうか、早速。今日の一杯、冷たいの行こう。今、はあ、今日はね、今日はこれだ。今日は豚肉を炒めようと思う。豚バラ肉。豚バラの切り落とし肉。これを炒めようと思います。ね、まだね、まず一杯もうか。炒める。あ、どうもね。炒める前に。あ、仕事が頑張ってくださいね。炒める前に、まず一杯。ゴールドマスター。あ、ローソンのプライベートブランドの発泡酒。乾杯。あ、いいね。ああ、厨子はいいなこれ。今日も買ってきた。これ前買っといたやつね。うち、駅、あれ、あれ、郊外の住宅地だからさ、コンビニ遠いんでね、買って帰る、ま、買って帰る間に名前のなくなっちゃうんで、大体買ったもんはね、楽しいの飲むとまずいから、また今度ね。前買っといたやつから。町屋の辺アパートだったらさ、コンビニなんかすぐ近くやからさ、すぐ飲んでもいいけどね。やっぱこっち郊外だからさ、店が遠いんでね、家持ってくるまで生ぬるくなっちゃうんで、今日その日買ったのはまた今度ね。あ、こんばんは。どうも、ビームさん。今日はね、ローソンのあれ、プライベートブランド。
あ、うちの職場は明日から4日間ね、お盆休みでね。で、まず今来た人のためにね、まず明日ね、墓参りってくる。ね。その後ね、均等に来てね、天沢に行こうかと思いますね。均等に。明日だからね、普通に。墓参り行った後、町家に行って、まあ、あれ、天沢の用意とかね。そうだぞ、3日間だからちょっと遠出しよう。三峠行こうかなとか悩んでる。奥多摩かもしんないけどもね、一応三峠もいろいろね、検索してどうなのかなっていう。三峠もう一回秩父の方のさ、いろいろ考えてんの。秩父の方からさ、あれ、この間さ、下山した時の秩父神社の方から、反対方向行くとさ、まだあんだよね、ハイキングコース、トラウンドとかさ、行けるみたいな。ちょっと検索して行けそうだったらそっちも行こうと思う。あ、お互い、あ、セイさんどうもね、今日はこれね、ローソンストアの発泡酒、これ飲んでます。明日から休みで、まず明日は、木曜日は墓参りね。はい、乾杯。ああ、うまいね。だから今日帰ってきた、別に。はい、明日、木曜日はさ、あれ。アウトドア行かないからさね。明日は多分ね、金曜日からどっか行こうと思うんでね。明日は多分町からやると思います。こんばんは。バズさんどうもね。じゃあローソンのプライベートブランド。むくむかな、そうかな。どうだあれ。やぶかされて、それ前じゃない、やぶかされて、あれ、すごいんだよな、あれ、夏場はさ、あれ関係ないか。耳もなんか、やぶ、すごい耳のターブで、唯一出るとこでしょ、顔とか耳ってさ。あれ、山では長袖着てるからさ、虫除けもあって、だからさ、すごいんだよね、耳触るとさ、やぶか通った後、なんかすごい、膨れた感じがして。つまみはね、豚バラ肉炒める。ローソン珍しい50円引きだった。333円の50円引きか。まあ50円か、1割ちょっとか、2割か。これ豚バラ肉 150g か。これ炒める。これ炒めようね。あ、こんばんは。あ、うまいね。もう一本飲んじゃう。一本飲んでからね、こっち炒めてこようかな。ああ、もやさんこんばんはね。今夜はね、これね、ゴールドマスター飲んでます。ゴールドマスター。ローソンですね、ローソン。だんだんローソンも、ローソンストアもね、ローソンと変わらなくなってきたね。はじめはさ、90円ショップをさ、買収したこともあってさ、100円にこだわったけど、もうほとんどね、普通にあるもんね、今ね。このローソンのプライベートブランドの方が今、ローソンスワンもね、まあしょうがないね。これがアベノミクスってやつよね、アベノミクス。ね。しょうがない。そのうちローソンスワンもさ、消滅するかもしんない。値段も変わんなくなってきても、だんだんね。100円も品減ってもんな。あ、でもな、あ、でもローソンスワン野菜があるんだよね、やっぱ。普通のコンビニ買ってさ、普通に野菜、青菜とかさ、玉ねぎとかがその野菜の状態でさ、調理する前から。普通のコンビニはさ、サラダ野菜ぐらい売ってないもんな。そこが違うんだよな、ローソンストアって。コンビニの野菜はね、普通にすぐ食べれる状態なんですよ。でもローソンストアは玉ねぎとかじゃがいもがさ、ね、皮むく前のさ、ね、自分で皮むいて切って調理する前の、それが売ってるからね。こんばんは。あ、マサさん、サブでしょ、どうもね。松本さん、どうもね。今日はね、ローソンのプライベートブランドの発泡酒。明日から休み。明日、まず今来た人のためにね、明日から休みなんだけどね、4日間ね。木、金、土、日と。ね、まず木曜日ね、墓参り行ってくる、最初。墓参りね。墓参り。その後ね、アウトドア行こうと思う、金、土、日とね。
明日は行かないから墓参りだけ、その後も明日行って、朝行こう、早く、早く、ほんと。まあ仕事行くよりか早くはないと思うけどね、なるべく日差し10時前に明け墓参り終わらせる感じでね、行こうと思います。もう夏場だからかはね、昼近くだろうとね、暑いからね。いつも僕ね、一人でこすって抜いてますんで大丈夫よ。勝彦さん一人でこすってますんで。いつも抜いてますんで大丈夫よ。行かないよ、まだまだ。ね。風呂上がりの一杯はうまいな。一本か、風呂上がりの一本だね、もう。あっという間だ、500が。じゃあ、これ飲んだらちょっと炒め、つまみ炒めてこようかな。はい、乾杯。死んだ人いたんだ、わかんなかった。奥多摩で活力か。僕2回あるからね、ね、2回ね。一番最初は。最初はあれ、御岳山から、御岳山のさ、山頂からさ、大塚山、山っていう峰に行く途中にね、谷に滑、ね、落ちたことあった。20代の前半かな、あれ半ばだったかな、25、6の頃、まあ20年以上前だ。それでも御岳、大塚山に行こうと思ったらさ、はあ、谷に落ちちゃって、うわぁ、でなんとか這い上がってきたけどね、しょうがねえからさ、もう自分で上がるしかねえから。でもよかった、上がれてさ。ドロドロになっちゃったけどね、ほんとに。あれ、谷に落ちた当初はさ。でも、歩いて、谷這い上がって歩いていくうちに天気良かったからね、電車に乗る頃はね、もう、結構もう泥も、パカパカ、乾燥してくからさ、泥もそれほど、いや、そんな見せ方ひどくなかったね、あれ。天気良かったから。ね、這い上がって、普通に歩いてくる時に、普通に撮れたからね。いや、連中が、もう4連中、そう、4連中。最初はね、明日は墓参りね。その後アウトドアに行こうと思います。奥多摩、どうしよう、今回の。どっかしら選択行こうと思う。今悩んだよ。ほんで前回同様奥多摩かもしんないけどもね、どうかな、いろいろ今。秩父の方か、山梨の三つ峠の方かって考えてんだ、あれ。行かないかも。一応、この後いろいろ、明日はさ、後で行かないでいろいろ検索して考えながらさ、まあ、奥多摩かもしんないけど、それはわかんないね。断定はしない。だ、どっかしら選択行こうと思うんでね。金道を見るとね、山には行くと山、河原系はもうなす、あ、こんな足で河原行かないよね。河原系は行かない。河原系は夏冬場だよね。あんな夏場の暑い時に学校場とかちょっとずらいよね、あれ。ね、山だと本当、この間のさ、どう日月だっけ、あれ、奥多摩だけどさ、夜はさ、15、6度だからね、あれで。テント場。やっぱ涼しいなと思った。全然熱帯夜、当たり前だよ、ほんとね。15、6度だからさ、長袖着て夜寝てちょうどいいぐらいだからね、あれね。半袖でやっぱ寒いよね、夜はね。ただまださ、10度低いからさ、10度。大体、奥多摩のテント場とかだったら10度低いんでね、平野部より。で、そういう考えで夏場山だなって思うよね。夏場山行くんだったら、夏場山下手したらさ、夜だったらさ、ね、テント泊でさ、夜だったらさ、熱か飲んでも行くぐらいだもんだ、あれね。15、6度だったらさ、肌寒いからね。まあそうよ、山の場合ね、夏場はね。
まだし、し、昼間、まだ3時ぐらいだったらね、冷たいビールうまいけどね。夜が更けたらね、あったかいもんがいいよね、あれね。山の手のとこだったらね。要請でも今ね、インフルと比べたらさ、ね、その弱いみたいだからね、インフルエンザの方が怖いみたいにいろいろ言ってけどさ、メディアでね。たまたまコロナがさ、新型ということだけでさ、病気としてはインフルエンザの方が怖いみたいよ。だからそんな気にしなくてもね。年寄りは大変みたいね。年寄りはやっぱ年寄りが感染するとね、重症化するからね。僕みたいに若い人は大丈夫よ。若い人はね。年寄りは気をつけないとね、年寄りはね、感染したらね、重症化するからね。さてもう、もうさ、もう早々にもう500の一歩乗りました。で、ちょっとじゃあ豚肉炒めてくんね。今日のお味が豚肉炒め。ちょっと炒めてくるね。
最初はこれ豚肉と小松菜炒め。今夜のレシピは豚肉と小松菜ですね。豚肉と小松菜とうどん入れた豚ね、豚肉ね、豚バラ肉、小松菜でうどんの塩コショウ炒め。どうもこんばんは、ミルキーだ。どうもね。そう、豚肉、豚バラ肉と炒め、うどんと小松菜の塩コショウで炒めてきた。小松菜ね、うんうん。あ、どうだ。180g 一袋。どうも。そうですね、その通り。豚肉の方。豚バラ肉と小松菜とうどんね、いろいろ。あ、うまい。粗挽き胡椒、黒いつぶつぶはいつも通り粗挽き胡椒。あ、うまい。あるよ。怒ってないよ。怒ってませんよ、大丈夫。180g 一袋でもね、これだけ具材があるとさ、うん、ボリュームがあっていいな。うん。うん、うまい。もう飲めよう。今日はね、ローソンツアーの発泡酒、ね、ローソンのこんなの飲みました。まあいいや、これで、うん、うまい、うん、大丈夫よ。これが夕飯なんで、ね、お腹ペコペコなんで、だから太るんだろうな。うまい。大丈夫さ、あんまり言わない、そういうのはね。身長はね、うん、低いで、社交じゃなくて。
豚肉と小松菜とうどんの炒め物を美味しくいただきました。あ、うまかった。うまかった。あ、美味しくいただき、今日はこの、もう、じゃあ、今日は最後の歌って終わろうかな。これもう、すごいからね。じゃあ今日の最後の歌、最後、今日はこれ、今日もね、最後の上を向いて歩こう歌って終わろうかな。撮ってんのよね、これ腹見ればわかるよね、これがすごいもんね、これはね。じゃあ最後に歌って終わろうか。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春のし一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、にじんだ星を数えて思い出す夏のし一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す秋の詩、一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは土の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。今日はおやすみなさいね。どうもありがとうね。いつも一人ぼっちよ。こんばんはね。ごめんなさい。ではまた明日。明日は墓参りだからさね。いつも夜の生存確認があるからね。おやすみなさいね。アウトドアはないからね、明日はね。おやすみなさい。また明日ね。はい、終わりました。